世界選手権最後の種目になりましたデュアルモーグル、そしてこの女子決勝戦、なんと準々決勝にこれから上村愛子が登場いたします。いやシングルの方でね成績が思わしくなかったんですけれども、そうですね、このデュアルで頑張ってますね。いややっぱり公約通りというか、はい、頑張ってますね、はい、対戦相手はカナダのタミ・ブラッドリー。さあスタートしました。これ出足が勝負ですからね、出足で相手よりも前に出ちゃえば相手が視界に入んないですから自分のスキーができるんですよ。まあ、これほとんど一緒ですね。2人とも大きなコザックです。あ、ほとんど同時ですね、はい、さあそしてもちろんシングルのようにターン点が最も重要視されます。はい、アイコのちょっとシャープなターンしてるんで、はい、この辺いいと思いますよ、タイトに。さあセカンドは大きいですね。大きいですね。さあアイコいいですよこれ。そしてほとんど同時にゴールです。はい、これ7人ジョッジで争われてますから、はい、ターンが4人、エアが2人、そしてスピードが1人ですね。さあ、22対13、上村勝ちました。さあこれで上村は準決勝進出です。いや山崎さん、はい、これでベスト4入りです ね楽しみですよ ね、はい、さあ日本の上村がどこまで勝ち上がるんでしょうか。の準決勝です。上村愛子、対戦はシングルで銀メダルを取りましたノルウェーのカリーサナ。これは強敵ですね。巨漢対小柄なという感じですね、はい、さあスタートしました。あ、スタートいいですね愛子ね、これで自分のスキーできると思いますよ、このままいけば。さあ大きな大きなトランプ返して、ちょっと振られちゃいましたね。さあファーストエアはほとんど同時に2人ともダブル。おっとちょっと飛ばされた上村、うん、あしかしあでもチャンスですねこれで。ちょっと遅れました。デュアルはこれであるんですよ、自分が失敗しても相手が失敗してれば、またチャンスが来るんですよね。さあここからまた積極的に攻めたい上村です。さ、はい、あとカリータラはトリプル、カリータラトリプル決まってますね。そして上村はダブルできました、今フィニッシュ。やっぱ後半のスピードの伸びがありますね、やっぱり体重がありますからね、本当に。さあ先に失敗した上村、後で失敗したカリータラ、これはポイントがどうなるんでしょう。まあ、これもジャッジは難しいところですね、もう悩むところですね。あとはもうここで笑顔をどちらが出せるか。スピードのポイントというのはそれほど重要視はされないんですね。そうですね、7人ジャッジのうちの1人だけですから。ただターンに攻撃性というのが加わるんで、はい、その辺にちょっとスピードが、ああわずか3点差で敗れました。惜しいですね、残念です。残念、体重差が出ました。さあ上村は3位決定戦、対戦するのはシングルの金メダリストアンバテル。これも厳しいですね。そうですね、まあ、ただ3位決定戦っていうのは1回負けてるんで、ちょっと気分的にどう切り替えるか、切り替えるか。スタートしました、はい、スタートいつもいいですね、しかしアンバテルもね体の大きい選手なんでスピードはあります。ここで振られるんですね。そうですね、難しいですね。さあ2人ともコザックです。ちょっと上村がターンが振られてます ね。一方力でグイグイ来るアンバテル、アンバテルの方が自分のターンしますね、アイコはちょっと、ここでまたターンが乱れます。彼女のスピードに翻弄されてますね、さあダフィーダフィー、まあ、こちらはここからまだ何あるか分かんないですから、デュアルの場合は。さあ先にアンがフィニッシュ、そして上村がフィニッシュです。ちょっと差がそうかなって感じで、ね、そうですね、はい、ちょっと上のコブでまずリズムを作れませんでした上村、はい、23対12ということで、バトルに敗れまして上村は結局4位でしたが、しかし、まあ、4位だからすごいやりました ね。世界選手権、はい、見事上村愛子4位入賞を果たしました。でも全然デュアルで4番だからもうすごい嬉しいですっていうかいつも1回戦落ちなんですよ。それがここまで来たから全然惜しかったとかじゃなくて嬉しいなっていうか、もうブルーコースになった途端にあもうダメだっていうか、いけるいけると思ってもやっぱすごい難しくて、で今回のシングルでもうまくいかなくて、悔しいと思ってた時にこのデュアルって感じですごい、なんかまた来年に向けていい試合ができたんじゃないかなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、はい、さあ女子デュアルモーグル決勝戦はノルウェーのカリータラ、そしてドイツの新鋭サンドラ・シュミットのこの決勝となりました。いい試合ですねこれもね、もうワクワクするという感じで。さあシュミットが先行しています。若い17歳のシュミット、スピードでカリタラに勝つのすごいですね。さあ
これはジャッジがどうなりますか。19対16、あ、3ポイント差、僅差ですね。サンドラ・シュミットが優勝です。わ、初優勝じゃないですか、ワールドカップも通して。さあ、サンドラ・シュミットが優勝、そしてカリタラが銀メダル、アンバテルが銅メダル、そして日本の上村は4位に入賞しました。男子デュアルモーグル決勝トーナメント1回戦、日本の月田登場です。いや、ここまでよく来ましたよね。本当に肋骨折って完治してないんですよね。すよ、痛いはずなんですけどね、はい、根性ですからね。さあ、ロシアのセニコフに対してどんな滑りを見せるのか。さあ、炎の融合いけ、おっと、セニコフがちょっとバランスを崩しました。ファーストエアはツイスターズにスペット、同じ歩きましたね、面白いですね。おっと、融合飛ばされた。あ、しかし、あ、頑張ってます。でも重心が残ってるんで、どんどん前に行ってますね。スピードが乗ってます。ターンが全然、ユーゴのがタイトなんで、あ、そしてトリプルでかいですね、これ。あー、ターン、エアーがね、セリコンができませんでしたね。コントロールゲート一つぐらい飛びましたね。さあ、月田ユーゴ、この1回戦いい滑りを見せました。あー、もう燃えまくってますね、いいですね。このマインドがいいですよね。一番の特徴ですね。ファーストエア、もうまるっきり左右一緒です、ね、同じというこのファーストエアでした。23対12、月田優吾1回戦突破、準々決勝進出です。やりました、月田。さあ、ベスト8の顔ぶれをご覧いただいております。この中に月田優吾がいます。すごい顔ぶれですよね、このベスト8は。もうドリームマッチという感じで。さあ、いよいよ準々決勝、月田優吾対するはフランスのヨハン・グレゴア、スタートしました。フランス人はもうスピードに強いですからね、はい、デュアルとなるとどんどん来ますからね。さあ、しかしほとんど互角にいってます。そうですね。あーあーあー、どうでしょう。あら、入っちゃったね。大きな転倒。相手コースに入ると、はい、デュアルレースの場合は失格になってしまうんですよ、ですから今月田は入ってしまったんで、はい、もう。さあ、これはもうグレゴアの一人旅になってしまいました。まあ、でも今攻めた中で、はい、うん、まあしょうがないですね、やはりこのグレゴアのスピードに追いつこうということで ね、 そうですね、ちょっと焦りが出たのと、ちょうどドンピシャで落ちちゃいましたね、コブの手前というところ。まあ、結局失格ということで35対0、残念ながら月田準々決勝で敗退してしまいました。男子の決勝戦です。月田を破ったグレゴアがここまで来ました。そしてもう片方は金メダリストのヤンネ・ラテラ。すごい対戦ですね、ハイスピード対決、はい、さあ、ラテラの2冠なるんでしょうか、あるいはグレゴアが、まあ、フランス魂を見せるのか。セカンドエアあたりでものすごい勝負が出るんじゃないですかね、はい、チになるんですかね。スタートしました、男子決勝戦。さあ、ラテラが行きます。ヤンネ早いですね、綺麗なターンです、はい、さあ、ファーストエア、ついついスプレッド、2人とも同じ。おお、グレゴアが来ました。あ、出てきましたね、さあ、中盤荒っぽいんですが、すごいスピード。もうこれはもうセカンドエア、あ、クオードですね、両方と2人ともクオード入れましたね。さあ、そしてフィニッシュは若干グレゴアが勝りました。いや、これはどっちか分かんないですね。いや、すごいハイスピードな勝負、多分ジャッジ頭抱えてると思います、あ、18対17、グレゴアです。1ポイント差。まだ場内の放送で選手たちには聞こえておりません。ここで聞こえました、グレゴア優勝。わあ、フランス人久々の優勝ですね。さあ、優勝はグレゴア、そしてラテラ、ラッシーラのフィンランド勢が続きましたが、日本の月田はベスト8に入りました。やりました、はい。